これマジ、アニメでもこんな派手に、すげえな、描写がすごい、描写が。この、なーにこの動き。え、やばい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 。あ、え、あ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 、やっぱり桜ってどうなの、これマスターなの。はいどうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはフェイトステイナイトヘブンズフィール1プリサージュフラワー見ていこうと思います。はい、というわけで今回もやっていこうと思うんですけれども、年末スペシャルというような感じでね、劇場版フェイトステイナイト3部作追っかけていこうかなというふうに思います。いやまあヘブンズフィールということでね、まあ僕は原作のこのヘブンズフィールの途中まで一応原作はやってますね、プレステ2だったかな、プレステ2のレアルタナーをやってます。ただまあちょっと途中でね、僕のプレステ2がご臨終した結果最後まで終えなかったので、本当はね原作全部プレイしてから見ようかなと思ったんだけど、まあもう多分やる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 言ってたら一生やらないと思うので、まあ見ていこうかなというふうに思います。どこまでやったかな、なんか桜が熱を出してみたいなところまでは覚えてる。うん、なのでね、まあ追っかけていこうかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。一応ゼロ見てるから、桜がどういった経緯で魔刀家にいるかとかはなんとなく知ってるはず、わかってるはず。うん、UBW アニメ見てないけど一応原作もやってるから、まあなんとなく覚えてると思いますので、まあついていけないことはないかなっていうような感じでやっていこうと思います。それでは見ていきましょう。フェイトステイナイトヘブンズフィールプリサージュフラワー、よーい、アクション。はい、というわけでそれでは見ていきましょう。よーい、スタート。アニプレックス、さあ見ていきましょう。アニプレックス、まあでもね、なんか聖杯戦争の構造とか細かいところは分かってないかもしんない。 UFO テーブル、なんかマキリゾール剣とかそこら辺はね多分覚えてないかもしれない。なんか3時にアンリマユが出てきて、それが聖杯に取り込まれて汚れて4時になって、で4時の泥をなんか汚れた聖杯を引き継いだまま今この5時聖杯戦争になってるんだったから、なんかそんな感じの前置きは覚えているようないないようなっていう感じですね。はい、どこまでやったかな。1年半前。割と覚えてないとこ多いかもしれないんで許してください。でもそこは、あ、弓道やってた頃か。お、シンジもいるね。なんだっけあれ、ミスズリだっけ。おお、すごいね。なんだっけ、弓道って当たればいいんじゃなかったっけ。とりあえず、毛色が違う。うん、また当てる。敵中。白ってなんだっけ？イメージしたことをやるのが得意なんだっけ？お？怪我した。いやー。嫌味にしか聞こえないね。とはいえ、人はいないと。寂しいなぁ。手紙？あ、藤姉か。いい人やね、藤姉。さて、なんかストーブをなんか作ったり分解したりみたいなことをやったような、やってないような。
違ったっけな。すごい。強化の魔法だね。魔術か。魔術の訓練。鍛錬か。すごい。匂いで。まあ、わかるか。さあ。俺よく考えたら、ステイナイトをアニメで見るの初めてかも。なんだ？誰だ？一年半前だもんな。桜！あら、目が死んでるけど。あ、やべえ、ちょっと待って。リンとサクラってどうなんだっけ？双子なんだっけ？双子じゃないか？まあいいや。わかるか、そのうち。ごめんごめん。ブレた。サクラはなんで来たんだ？ははは、連れ込んでると思ってる。おー、家出てきたの？あー、手伝いたいと。あら、毎回毎回来てる。意外と覚えてないもんっすね。あははは、選択してる。あ、大丈夫？シャツの畳み方か。どういったあれなんだろう。ああ、合鍵渡すのかな？これ階層だね、あくまで。あ、でも目に光が出始めてる。かわいいな。おぉ。相変わらずのガタイ。ああ、肩。大怪我だね。そうね。体を鍛えることを大事にしてたんだっけ。あ、さくらいるんだね。かわいい。1年2ヶ月前。
勉強か、受験か。多分。わーお、いっぱい買ってきたね。正義の味方。妖婦だよね。わーお、ちょっとあまり触れたくないところだな。どうなんだろう。このリボンを触る癖がなんかあるんだろうな。なんか怖い時とかこのリボンに頼るとかあるんだろうな。桜だ。10ヶ月前。おお、入学したんだ。髪も長くなって、お。一世か。おお。いや。ただ通い妻をしなきゃいけないので、四郎の。お、シンジ。シンジの妹ってなるとやっぱり美人だし、話題にはなるだろうな。おー。藤ねえ。お、くずき。くずきでいいんだっけ？お。もう兄弟みたいになってるね。いやでもなんかもう、桜の重さをなんとなく知っちゃってるから、こういう幸せな描写がもう心が痛いんだけど。ただ、詳細まで知らないからな。どこまで。ああ、桐次さんの写真もあるんだ。まあ、シンジとは仲良かったけど、どんどん桜の割合が増えていくんだろうな。なんだっけ、なんか、シンジとシロが、なんか、仲違いしたような描写って、なんか、断片的にしか知らないから気になるところが多すぎる。お。個人解明。おー。なんだ？声。ダメだ、俺のイヤホンじゃ拾いきれない。何言ってんだろう。わーお。思い出すね。うわ。そこで拾われたんだっけ？起立。おお。桜。また寝ちゃったんだ、蔵で。すげえな、もう付き合ってんだろ、これ。お、1日前。わーお、弓。
いいね。かわいい。あらー。一応、弓道やってんだ。まあ、そう見えるわな。あんだけ仲良かったら。なんだっけ、龍造寺だっけ。 おお、ストーブ直した。神事。おお。うん。わかめ。わかめが。うん、なんか、シンジの態度になんか引っかかり覚えてんだろうな。お、昼飯食べようよ。ああ、そうなんだ。お、さくら、何してんの？大丈夫？来た、遠坂。一見見たらすげえ怪しいよな。なんだっけ？遠坂もアイドルなんだよね。確か学校の。そんなんじゃなかったっけ？あら。やっぱりそうなんだね。あなたも綺麗だよ。十分。闇が深いだけだ。遠坂っていう名字あんまり聞きたくないのかな？うん。まあ難しい感情ではある。さあ、ここ待とうけだな。すげえな、なんか背景とかで見た絵がチラチラ出てきて、なんかちょっと嬉しい気分になる。この絵見たな、何度か。確か。牛のね。牛がいっぱいいる。お。出たな、じじい。出たな、じじい。アインスペルン。ああ。
イリアのことだよね、これ多分。あ、ごめんね、多分、ゼロ見てない人のリアクションが見たいかもしんないけど、ちょっと見ちゃってるから、いろいろと分かっちゃってるわ。ごめんね。へえ、でもこんなとこでアクション仕掛けてきてる。キリツグはやっぱり、覚えてはいるんだね。出た。イリア。イリアスピール。あ、消えてったね。不穏の影がどんどん出てるぞ。なんだ？わーお。やっば。わー、出た！始まってきてるなぁ、当日。おー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 、何？鮭の照り焼き？ああ、なんだ、ん、あ、レイジが浮き上がってるってことかな、これは。なあ。桜はどこまで知ってんだ？はい。さあ、宮町を。鋭利な刃物。これ誰がやってんだ？何か感じてるな。あ、三つ釣りが。怖いよな。捕まってない。怖いよな、マジで。そうね。お。くずき。いや、でもやばいよね。同じ地元でさ、殺人事件起きてその犯人捕まってないってやったらかなりやばいよね。ぶっちゃけ。血の B。なんだ？ああ、桜を探してんのか。あら、シンジ。あ、そうか。上からだね。あ？なんだ？
これは。優しいよな、エミア、シロ。シロめっちゃ優しいよね。断らないようにしてんだっけ？そういう頼み事を。さて、本。桜。公園で待ってるのかな、これは、シロを。動画は。わあ、熱帯魚だ。わあ、クラゲだ。偉いなあ。シロは本当に。そうか、この夜だよね。型の確認か。変圧。始まったよ、始まった。出た出た。あー、桜が、落ち込んでき始めてる。どこまで知ってんだ、桜は。わあ、金ピカ。出たわね。やばいやばいやばい、バレたバレたバレた。何を話してる？そうか、ヘブンズフィールでギルガメッシュ何が起きてるかっていうのも俺知らないんだよな。そこら辺気になるんだよな。さあ、焦って逃げているわけだが、飛んでくるぞ。感じてる。さあ、オーケー、オープニングか。ここら辺までの流れかね。まあ、ここら辺は多分どのルートでもほぼ共通の流れだよね。こっから先で、あれだよね、確か。いや、意外と覚えてないもんだな。さあ。刺されたはずがっていうとこだよね。おーお！あ、魔術で鉄パイプだか、竹刀だかを強化するん。でー。浮かび上がるレイジが。なんか間違った知識とかあったら、正してください。教えてくださいね。まあ、多分取りだめなんで無理だと思うんだけど できる限り、でも多分この中で描写されると思うからいいけどね。さあ。そうね。
なんだ俺気持ち悪い。おお。そうだよね。ここでルート分岐すんだよね、確か。ことみね。オッケー。ここら辺ほぼ共通の流れだから、ある程度省いてるのかもね。なんだ？へっぽこ。まあ、そうだな。おー。改めてね。優越部。願望期。殺し屋。冬木のね。うわー、お、来た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 。来てるぞ。完成の前にね。
間違えた。わお。さあ、参加するか。切りすぐ。宣言したわけだな。かなう。含みを持ってるね。さて。さあ、来たぞ、みんな。前に滑る。うわ！逃がさない。うわ！出た！バーサ。あ、もう。ワーツが！こんなやばいのか。うわ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 。いや、ここまで。いや、旅力が違いすぎるな。ああ！いや、開幕から動きがまずやばすぎる。違う。やばい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 、けさぎりになります。これマジ？うわ！こんな、アニメでもこんな派手に、ここだよね。マジで？あ、アニア。アニメでもこんながっつり傷つくんだね。マイルドになってると思うけど、予想以上にやべえな。ああ。そうね。
お腹をいかれたのか。ああ、よかったよかった。手を握っててくれた。まあ、自己治癒だもんね。うん。お。まあ、それは怒られるわな。あら。それでも優しいのが遠坂のいいところ。ボディーウォーター。再生はしてるっぽいね。また。魔力を感じると。さあ。なんか、じりじりとした不穏な気配がチクチクするな。結界。どこかで。は？誰？あ、光髄？ぼーっとしちゃってるじゃん。え？ライダーだ。おお！シンジ。何を？釣り出し？なんかそのポケモン感覚で言うな。そうね。マキリだっけ？おお。おお。
ライダーの結界か。見えてる見えてる。おお。うわお。すげえすげえ、文字でしか見てないからこういう戦いはマジでやばいな。うこお。え、ついよ。神事おめでとう。でもこれスペック的にも圧倒的にセイバーが有利っていうか圧倒的なんだよな。でもミツヅリをなんとかしないと。おお、燃えた。ここら辺もなんとなく覚えてるな。おじいさま。引っかかった。ああ、そうだよな。大丈夫？え、熱出てるじゃん。ああ。行かないと。琴峰んとこ。おー。呪いか？あらあら、すごいな。は？うわ！いました。あら、無事です。ん？誰だ？おーおお、気づくか。
あそれでいてセーバーのマスターだからな。すげえな、もう夜が明けちゃったよ。そうか。これ、あれだもんな、多分。あ、ごめんなさい。うん。おお。ああ、ここでバラすんだ。オッケーオッケー。そうね、勘違いしてるんだよね。でも。ぶっ壊したね。でもかっこよかったけどね、切り継ぐ。優しい人なんだけど、そういう生き方しか知らなかったんだよね、確か。お。おお。おお。いいね。なんか、すごい、ほがらかだね。なんか、原作の時もっとツンケンしてたようなイメージだけど、結構物分かりがいいというか、いい感じだね。そうだ、そうだ、そうだ。このフェーズもな。なあ、着物。似合うね。金髪だし、可愛いし。まあ話しそびづらいよね。なんでですか？ああ、あった。そうだね。聞きたいけどねっていうとこだな。なんだ？なんだ？おお！あの赤目野郎。肉塊にしてやろう。うん。お、どうした？
かわいい。見られてるな。まあまあまあ、情報交換だね。桜。さあ、遠坂はどういうふうに考えるんだろう。ああ、そういう結論になるのね。やっぱり心配なのか。あ。あ、いるだけで大丈夫です。どうしたらいいかっていう感じだね。頑張ります。恋敵か何かだと思ってる。帰ってきた？白。お、なんかいろいろと買ってきた。服かな？ おー、あ、凛から、盗作からもらったんだね。うん。あ、桜の分ね。ああ。一緒にいようよ。すごい、セイバーってすげえ名前だよな。それはいいですね、なんて、いうダジャレを思いついたんですが。日用品。綺麗な爪。うん。好きだからです。
OK。お。ほら、このおじさを。出たわね。わ、グロ。想像以上にビジュアルがつくときっつい描写が結構あるな。あら。メディア。美人だね。物干し竿が消えていく。血まみれだ。死んだ？おお。え？本来のアサシン。新アサシンって言われるやつだね。え、生きてる？ルールブレイカアサシは今どういう計画になってんだ？契約になってんだ？あ、契約が綺麗！うわ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 ！いやー。やりすぎだよ。いや、マジで動きがつくとえぐいな、描写が。うわ、こんなこと起きてたの？あ、なんだ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 。何かに追われてる？え？引っ張られてんだけど。え？何が起きてる？わお、それを見てたわけだな。これは多分。造形が。はい。エミヤです。うっ！あー、これか、あれか。あ、桜に変わってる。手の動き。もうこうやって首噛まれて死にたいな。わーお、ガス漏れ。
なんか変に意識しちゃうんじゃないの？フジ姉が E カップとか言うから、あんな夢を見てしまうんだ。何があった？竜と一星。あ、竜と王子か。病院？あ、巻き込まれた？面かしなの。これ。竜と王子ね。うん。おお。ああ。ああ。水。ああ。一切も受け入れられない。うん。そうね。そうなるとどこかっていう。ん、います。お。教頭ね。優雅に教頭しようぜ。お。出たな、アーチャー。まあ、二角使ってんだもんな。何する気だろう。うん。木刀だ。まあそうね。体調が良くない。来た。シンジ？おい、女の子に手をあげるな。お前ママチャリ乗せて吹き飛ばすぞ。そうね。おい！あら。おい、ポケモンバトルみたいに言うな。ああ、やめて、そういうこと言うの。
おーい。おいおい、これ。あんだけプライドズタズタにされてよくあんなでかい顔できるな、あいつ。うん。悪いのはあいつだからな。見てるぞ。強化。おー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 、耐えきれてない。邪念がいっぱいあるんだね。なんだ？あら？真っ白、かわいい。はい、大丈夫です。日課の鍛錬は一旦やめましょう。いやいや、なに。あ、ストーブ。あったかい。おお。蔵の中で火焚いたらさ、一酸化炭素中毒にならない？おう。おお。ああ。白のね。ああ。うん。はい。ああ。わあ。
重い話題だなぁ。いや。ここら辺はでも本当に不思議な関係だよね、シロと桜って。本当に普通のヒーローヒロインじゃない関係性って感じがするよな。あら。あ、またガス漏れ？誰がやってんだ、これ。あれ？これ。さあ、動き回る。不気味だなあ。お！お！アーチャー！アーチャーじゃねえや、ランさん！砂虫、呼び方。マジで戦うの？逃げた。ついてきてる。早い！わわ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 、うおー、投げた！まっすぐ貫いていく。おー、早い！すげえな、描写がすごい、描写が。おー、この、なーにこの動き、滑らかすぎる。おー、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 お
わ、なにこの満足感。ああ、ゲイブルク。あら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 。運転手もびっくりするだろ、こんなん。ああ。わお。おーおーおー、なんちゅう。
けど聞いてないな。おーおーおーおお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 お、電気消した。暗鬼だ。影から出てくる。反射して。あ、そうだ。投げ、なんとかの、なんだっけ、弾よけの顔じゃなくてなんだっけ。そうだ、そうだ、そうだ、飛びの効かないんだ。おー、逃げたわけだ。すごい、音響がすごすぎて耳がジンジンする。うわお！お、切れた。どこまでも追いかけてるな。ラザー。どうする気だ？足元！なんだ？うわあ！何が？これ何？わあ！爆発するぞ。明るく照らす？ルーンだ。結界。何？あ、出た、出るぞ。ああ、出てきた、出てきた。ザバニア。うわあ、どうする？触られた。中必殺。おーかー。あ！ラーサーが死んでしまわれる。なんだ今の。無理やり掴み取ったわけじゃないよな。握りつぶした。抜き取ってる。どういう防具だ？ああ、飲まれてく。
マジ？なんだ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 。あ、心臓の血、わあ。ああ。こんな人だったの？キャメロットではいい人だったのに。何かを感じた。なんだ？寒気？あ、どこ行ってる？遠坂。おう。すげえな、これ。あ、え？あれ？どれ？あ、虫だよな。常に虫を使って見てるわけだが。なに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 ？なになになに？ちょ待って、全く知らない。覚えてない。え、これ全部あれかやってたのか？造形のし、あれなのか？やばい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 。うわ！やりたい放題すぎる。対魔術があるから。だっけ？そうだね。なんか、魔術が効かない設定かなんかがあるんだよね。スキルかなんか忘れたけど。何？何が起きてる？イリアか？え、違う？え？何？え？何？聖杯くんじゃないよね？何あの化け物？飲み込んだ。虚数空間。あ！けどなー、死なないよなー、意味がない。なに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 ？もやもやがすごい。やばい、もう覚えてないっていうか知らない領域に入ってる。飲み込まれた。
あ、溢れ出る記憶。呪われた？なるほど。え、でもあれ、関係ないよな。アサシン。複雑な状況だな。あ、さくら。出たな。激辛麻婆。ここら辺も覚えてるっちゃ覚えてるな。辛そうだね。なんだろなんか変な影。はい。アサシンね。見てたってことか。見てたのか、ずっと。私の。わからない。ああ、なるほどね。ない。ということは別の何かが絡んでる。もう、見たよ。あら。出てきた。一気に情報が流れ込んできたから。
わお。いただくじゃなくても、丸々食ってるってことだよね、魔力を。どうする気？どうしたらいいの？どんどん増えてる。ここ？竜道寺。絶妙なところだなぁ。さあ。あら？どうしたの？なんか、あれ？お、リンだ。遠坂。いますよ。なんか疑ってんのか？誰が？マジで？危険すぎない？わお。まあ、そうなるよなぁ。マジで？オッケーオッケーオッケー。そうね、無理に追っかけちゃダメなような気がするけど。あの影とかを見るとなんか、フェイトって意外とこう現実寄りっていう感じだけど、なんかやっぱりファンタジーの領域に入ってくるよな、かなり。あんなバケモンみたいな影が出てきたら。はい。あら？なあ。ああ、竜斗寺の中を、内情を見るわけだ。綺麗にもぬけの殻だな。お？うわあ、虫だ。うわ、いるじゃん。造剣が。ああ！うわあ、造剣ができた。え、造剣が？
アサシンのマスターなの？でもぽいよね。それ以外ないよね。造形がそうだよね。大したことないとはいえ強すぎない？アサシン。風。なんだっけこれ、インビジブルエアだっけ。おお、見える。おお、泳いでくる。風よけの加護。おお。うわあ、やっぱりそうか。造剣か。え、やばい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 。あ、え、あ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 れが、あれ、あれ、あ、あれ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 、ええ。あ、ああ、やばいよ。え、嘘やん。どういうこと？トレソン。同調開始。やばくないか？おおおおおお、仕返してる。なんだっけ、シャイターンの右手だっけ。おおおおおお、いや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 。いや、ダメだ。逃げるっていう選択肢はないのかな？あっ！あっ！何？おー！ぶっ飛ばしていく。投げ払って。最優のサーバント。え？自分の思い出したくない記憶を思い出させる影。あ！これ何？これ何がトリガーなの？え？三角全部使っちゃったじゃん。え？終わった？マジ？え、どういうこと？ああ、虫がいっぱい。あ、何する気？血だらけじゃん。ああ、ああ、ああ、あ、なんか来てるぞ。誰だ？ライダー？なんで？
全くわからん。おおおおおお。わお。強っ。ああ、突き刺した。わお。美しい。おお、動く動く動く。グッド。つる。ああ。おお。お、助けてくれた。何が起きてるというのだ。はい。え？あ、消えちゃったよ。なんだ？いやいや、怪我がえげつないで。セイバーが消滅した？なんで？ライダーと共闘する流れになるのか？ああ、影がいる。こんにちは。なんだこいつ。ああ。どこ行っちゃったの？セイバーは。地下？地下室だな。魔導の。虫だらけだ。気持ち悪。エレメント？魔術の勉強？わお、あ、なんだ、この血だらけは。誰？え、なに？ああ、道にいた人食ってんだ。
そうか、食事っていうのはまあそのものってことだよね。イリアだ。トビ。セラ。なんだ？いや、思惑交差するとこで終わるのか。一時的にパス、ああ、ダメだな。そんなことはないな。一時的に切り離された、切り離したってより切り離されたって感じだよね。サーバント側からはだって切れないもんね、契約を。さて、何を見る？聖杯。WhatsApp。オルタだ。やばい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 とこで終わるな、これ。あ、さくら。やっぱりさくらってどうなの？これマスターなの？結局。あ、帰ってきたよ。そんな、真っ赤にして待たなくてもいいのに。なんか桜がどこまで見えてるかがわからんから不穏なんだよな。俺もわからない、それに関しては。なんとも言えないです。こんなとこで終わるの？どうなんだろうなぁ。これ、なんとも言えないですね。あれ、古賀葵さんもいるんだ。実は、地味に出てた。うわ、マジか。これ、何なんだろう。どうなってるんだろうなぁ。断片的に、なんて言ったらいいんだろうなぁ。いや、マジか。もう多分僕の、もう知らない領域にもうとっくに入ってるんだけど。なんか、序盤のなんか結構いろんなやりとりがあったと思うんだよね。なんか、あれ、イリアと、なんかちょっと出かけましょうみたいなやりとりってさ、なかったっけ？あれって UBW だっけ？なんかごっちゃになってんな。そこら辺ぐらいまで覚えてるけど、もう全く知らないとこにいるな、本当に。だって、
セイバーとの契約が切れるというか、うん。なくなるところとか全く知らないから、もう本当に全くわかんない状態だわ。え、どういうこと？マジでわからんねやけど。なんでライダーは生きてて助けてくれたんだ？え、だからさ、桜がどう動いてるかっていうのがわかんないんだよな。桜がマスター説っていうのは、っていうか、まあ、ほぼ100でマスターだと思うんだけど、でも、レイじゃないんだよな。マスターだとして、ん？マスターだとしてライダーに護衛を任せてるっていう話なのか？なんか異様に心配してるのがすごい気になるんだよね。情報としては、あれなんだろうけど、まあ、知ってるから、聖杯戦争については知ってるからこそ心配してるんだと思うんだけど、どうなるんだろうな。だから、シンジが桜をよく思ってないのってやっぱりそういうことなんだよね、多分。まあ、もう多分みんな知ってることだと思うからあれだけどさ、だって養子だからでしょ？桜が。養子で、当作の血を持ってるからこそ優秀な血をこう、まとうに残そうっていう話をしているわけじゃん。で、その養子に自分の位置を取られた、シンジはすごい怒ってるわけでしょ？どうなんだろうな。なんか、なんかね、断片的にしか情報を知り得ないから、どことどこを繋げたらいいのかっていうのがね、今一つね、はっきりしないんだよね。すっげー難しいけど、でもやっぱり、さすが UFO って感じの映画ですね。やっぱり、戦闘描写においては、どのパートもえげつないことになってますね。やっぱりこの動きとか、ガガガガガガっていう動き方とかが、本当にえげつないから。いや、これにも楽しみですね。はい。いやー、これ何なんだろう。エメ、花の歌。いやー、微妙なとこだ。マジで気になるな。これどうなるんだろう。本当に読めない。全くと言っていいほど読めないっすね。え、どうなるんだ？オルタが出てくることは知ってるんだよ、一応。超有名じゃん、そこら辺の話って。オルタとか、まあ、言っちゃうと黒桜とか、そこら辺は、何？情報として知ってるだけで、何がどうなってああなってるのかっていうのを全く知らないから、どう繋がっていくんだろう、話が。まあ、でも本当にヘブンズフィールはクソ長いっていうことは聞いてたので、だからこそ原作やってから見ようと思ったんだけど、どういうことなんだろうなぁ、マジで。いや、わからん。まあまあまあ、新破産。新破産じゃねえ、新アサシンか。新アサシンもめちゃめちゃ強いし。まあでもラスボスはでも造剣でいいのかなぁ。ことみね、ギルガメッシュと来て造剣。でもギルガメッシュがどう動いてるんだろうなぁ。あそこで桜に何を言ったかっていうのも気になるしなぁ。いや、マジでわからん。いや、ちょっと、まあまあ、多分もう取りだめで上がってる頃には、多分、あれ、まあ全部見終わってると思うんだけど、どうなっていくんだろう。まあ次見りゃわかるのかな。まあでも、あらかたなんかリアクション中に疑問に思ったことは、多分まあ見ていけばなんとなくわかっていくということだから、まあいいのかなとは思うんだけど、いやー、これは何？マジで読めん。桜がどう動くかが全くわからないんだよな。桜の動きが読めない。なんか、ただのヒロインムーブでしかないんだよな。あの影もわかんないしな。なんかわかんないだらけなんだよ。いやー、これ2が気になるな。2が気になる。2、3位見ていきたいな、早く。いやあ、でもすごいな。ボリューミーっすね、マジで。え、でもさ、これさ、公開された時さ、続き待てなくない？どうなるの？みたいな感じになっちゃうでしょ、特にアニメ勢は。おー、見終わったわけなんですけど。なるほどね。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、すっげーボリューミーな作品でしたね。なんか相変わらず情報量の洪水だなっていうような印象がとてもありましたね。いや、えげつない、なんか盛り上がり方を見せて、
本当にこれ2時間俺集中できるかなって、すごいちょっとこのね作品のリアクションをやるにあたって2時間っていう時間、もう人間の集中力の限界である90分を超える2時間集中しきれるのかっていうのはあったんだけど、いやもうずーっと見ちゃいましたね、これすごいね。いややばいわ、続き気になるわマジで。いやー何が起きるんだろう、いや全く読めないんだよな本当に。なんか本当にだからさっきもエンディングの時に話した、だから桜がなんかあーだこうだみたいな感じだったり、セーバーオルタだったりとかいろいろ出てくるのは、まあ、情報としては知ってるわけですよ。 FGO やってるし、まあ、なんかいろいろとねこうなんかあれの中でやっぱりこう情報はチャラチャラっと出てくるわけですよ。 FGO の攻略とかを見ていくと、だからいろんな情報はチラチラっととは知ってるんだけど、そのパズルのピースをつなげるのをどういう風にしていったらいいかっていうのはわからないんだよな。それだけこれは何が起こるかさっぱりわからんっていう話で、衝撃の連続でしたね本当に。まあ途中のマーボーぐらいまでは僕一応覚えてたけど、一応ランサーとアサシンが争ってるっていうのは覚えてなかったな。いやーそうなってるうちに、いやで調べていったらライダーとアサシンが戦うことになって、なんかライダーは城を守ってくれてみたいな感じで、いやー何が起きてるんだこの作品はマジで。いやちょっとさ、今までの聖杯戦争のパターンとは違うんだよね全くもって。まあ似てるっちゃ似てるっちゃ似てるんだけど、 UBW とかさ、やっぱりフェイトステイナイトってやっぱり一個大きな敵がいて、それを倒しに行きましょうねっていうような話が展開だから、ステイナイトの何これなんていうの、フェイトルートっていうの、セイバールートだったらヘラクレスを倒すためにどうしましょうかっていうので、まあみんな悩んでいくわけじゃん。で UBW だったらギルガメッシュを倒すためにどうしていきましょうかっていうことをこう悩むわけじゃんね。そういう風に大きな敵がいるものの、今回はアサシンがいるけど、そのアサシンを取り巻く環境っていうのが結構異質すぎて、だからシロがさ、何こうなんか自分のサーバント失っちゃったりとか、いろいろとなんか異質なことが起きすぎててよくわかんないことになってんだよな。あとね、ヒロインとの関係性がねすごい微妙なところなんだよな。サクラがどう物語に聞いてるのかっていうのが一切描写されてないじゃないですか。言ってしまうとシロはあのサクラを安全に守り続けるっていう意味でこう戦いに臨んでいくわけだけど、でもやっぱりその当人のサクラがどこまで知っていて、どういう風に物語のキーになってるかっていうのはまだ謎なんだよね。キーになってることは明らかなんだよ。ギルガメッシュだったり、やっぱり造剣のことだったり、まあ桜の生い立ちだったりっていうものを知ってればわかると思うんだけど、だから難しいところではあるんだよな本当に。今までのさ、やっぱり UBW だったりフェイトルートだったりっていうのだとさ、やっぱりセイバーを、まあなんかセイバーは女の子だからみたいなことを言ってシロが戦ってたし、 UBW は UBW でまあなんかお互い共闘っていう形でうまいことこうヒロインの動きっていうものが明確になってたけど、桜は何を考えて動いているのかなっていうのが本当に読めない。ライダーのマスターであることは多分確かなんだよ。だから、なんだろうな。なんて言ったらいいんだろう。でもそうなると、シンジがなんであの本、あの本で無理やり従わせてたのか、そういう魔術を持ってたのか、人の契約を横入りする、あれ本かなんかなのかな、それを与えられて、ライダーを使って、まあ、魔力は、あそこに行くから、ライダーに行くから、まあ、桜の魔力は繋がってるけど、支配権は実質、シンジの方にあるっていうような形だったのかな。わからん。マジでわからん。だからこそ、ライダーが危機になると体調が悪くなるっていう、だから俺が言ってた、桜が熱を出した下りみたいなもの、確かこれでは多分描写されてなかったと思うけど、やっぱりこう、それがあると魔力が減っていくから、どんどん桜の体調が悪くなっていくっていうような証明なのかな、そういうなんか描写なのかなっていうふうにも思うんだよね。いやー、これはどうなっていくんだろうな。でもな、レイジュないんだもんな。でも、レイジュなら、レイジュがあってもおかしくないんだよな、そうなると。レイジュを譲渡したっていう可能性はでもないよな、なんかな。よくわからん、マジで情報が完結しない。いやー、やばい。無料吸収されちゃいましたけど。いやー、なかなかですね、さすがでも本当に UFO っていう感じですね。戦闘描写に関しては完全にもう一級品と言っても過言ではない。ちょっとしたさ、この造剣の虫を振り払う動作だったり、このさ、予備動作がちょっとあるわけじゃん。肩から入るのかとかさ、腰が入るのかとかさ、ちょっと息遣いがグッて、っていう風に息を吸っ
ってこう、ために入るのかっていう、その細かい動作が、しっかりとなんか描写されてて、だからランサー対このアサシンの戦いとかもさ、こう、グッて踏み出しのところに力が入る描写とかが、すっごい細かくて、なんかこう、うわぁ、アニメの映画見てるっていうような感じがすごいしたけど、いやぁ、たまらんですねっていうような感じ、すごいしたけどっていうか、すごいしたよね。やっぱり UFO は最高やっていうような感じではあるんだけど、いやー、でもなんか僕としてはそっちをなんかこう押しのけるほどこの話が気になってしょうがないんだよなー。いやー、どうなっていくんだろうマジで。いや、すごい気になるんすよね。なんか僕さ、 UBW さ、アニメ見てないからさ、なんかその中の描写を使われたらちょっとさすがにきついなっていうところはあるんだけど、いやー、どうなっていくんでしょうね。これマジでわからん、本当にわかんないっす、マジで。どうなんだろう。ライダーとシロの関係もわかんない。でも多分絶対守るように言われてると思うんだよね、ライダーが。無事ならよかったっていう。で、ライダーから報告を聞いたから、サクラは表に出てずっと待ってたっていうことだと思うんだよ。でもなんか切り出しにくいよな、シロからしたら。サクラ、聖杯戦争って知ってっかっていうのは。もうだってさ、なんかかわいそうな女の子だと思ってる優しい、シロは優しいからさ、心配をかけたくないっていうのもあるだろうし、僕としてもやっぱりさくらの生い立ちを知っているから、あんまり本当にマトーの中についてはあんまり触れたくないよな。リンは知っちゃったのかな、さくらがどういう仕打ちを受けてたのか。マジでさくら重いからな、過去が。本当に激重ピーナッツだからな、マジで。本当にどうなっていくかですよ、マジで。気になるところではありますね。はい。まあでもね、多分ね、これ多分予定では29、30、31で上げていく予定なので、まあ本当に見ていくなら多分翌日には、多分2が上がっていると思いますので、ぜひともお楽しみにしていただけたらなというような感じで、まあまあまあ楽しんでいこうと思いますので、よろしくお願いします。いいねー、いいねー、フェイトいいねー。あんまりこうフェイトのアニメを僕はゼロと FGO 以外見てないから、いや、いいですね、というような感じですね。めちゃめちゃたまらんですよ、というような感じで。いやー、かっこいいなー。なんか、こっからもっとかっこいい描写とかが増えるのかなって思うとすごい楽しみですね。本当に、ゲームだとさ、やっぱり激鉄の音がうんぬんかんぬんみたいな感じでさ、文字でやっぱり描写されて、文字と声と音だけだからさ、いや、やっぱりこう、想像するしかないんだけど、こう見せられると、うおーってなる。本当に、もう、こうなるよね。こうなる。うおーっていう、うおーっていう、ちょっと引いちゃう。こうじゃなくて、もうすごすぎて、ちょっと引いて上がるみたいな、そういう感じになってしまっていますが。いやー、めちゃめちゃ楽しみだ。続きも本当に楽しんで見ていこうと思いますので、まあぜひともね、この年末は楽しんで映画を見ていきましょうというような感じで、今回終わろうかなというふうに思います。はい、というわけで、まあそんな感じで今回終わろうかなというふうに思います。なんかコメントあればください。多分、動画には反映できないけど、ここは実はこういう風になってるんですよとかいう、なんか細かいフェイト有識者の解説があれば、ぜひともいただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。僕もね、フェイトの世界観あんま詳しくはないんだよね。だから本当によろしくお願いします。いろいろとください。はい。まあ、他にもね、なんかこのアニメ初見の方はごめんなさいね。多分黒桜とかさ、セイファーオルタとかさ、いろいろとなんか先のことを話しちゃってるかもしれないけど、まあ、なんか一緒にアニメ楽しんでいただけたらなというふうに思います。まあ、でもこのアニメのリアクション見る人は多分見てるでしょ、フェイト。まあ、そんな感じでね、今回は終わろうかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。以上、フェイトステイナイト、ヘブンズフィール1、プリサージュフラワーでした。バイバイ。